浅田舞、最後に山田コーチから言葉をかけられます。すだりとした舞がこのリンクの地上に出てまいりました。フリーの曲はベートーベン、ロマンス。イメージと相まって優雅さを感じさせます、この浅田の入り。トリプルルッツからもう一つ3回転のコンビネーション、3回転3回転でしたね。この浅田選手もトリプルアクセルを、はいはい、持っています。まあ、当然ね、伊藤みどり選手の指導でおなじみの山田コーチのもと、はい、いろんなテクニックを教わってるでしょうからね。そうですね。トリプルループ綺麗に決まりましたね。一連のこのジャンプの他にスケーティングの評価としてはどうでしょうか、ユニさん。そうですね、非常に伸びやかに滑っていると思います。でやはり浅田選手非常に手足が長いですからね、見栄えもしますし、はいはい、滑っているだけで本当に全身を使って表現しているのが分かりますよね。非常に丁寧に滑っていていいと思います。トリプルサルコ、本当にジャンプは安定してますね。浅田舞と、そして2つ年下の妹浅田真央と、浅田姉妹が2人揃ってこの世界の舞台に並び立つという、そんな瞬間も近いのかもしれません。そうですね、やはり兄弟でやっているということで、やはりそのお姉さん舞ちゃんの方も、はい、真央がいるから頑張れると。うん、で真央ちゃんの方も舞ちゃんが、お姉ちゃんがいるから頑張れると。はい、やはりその2人で2人がいるからこそお互いにとってすごくいいライバル相手となって、それがすごくよく表れているんじゃないでしょうかね。フィニッシュまでまるでこう社交ダンスのような、そんな優雅さ、そして高貴な雰囲気を保ち続けました浅田舞です。最終グループ日本人2人の演技が終わったということになります。フリーです。さあではちょっと浅田舞の滑りを振り返ってもらいたいんですけれども、八木沼さん、はい、どのようにご覧になりました。そうですね、全体的にはとても良かったと思います。今のこのスローが後半のトリプルルッツですね。はい、ちょっとインサイドで踏み切ってしまったかなというのがあったんですけれども、さあ点数はどうでしょうね。最終グループ、とにかく日本人が3人続きます。澤田、浅田、安藤に向けて、果たして日本人女子シングルの世界ジュニア
表彰台独占はなるのかどうか。浅田舞の得点が出ています。この後いよいよ安藤美希4回転への挑戦、ご覧いただきます。